こんにちは、ゆりのです。今日は冬のお洋服なんですけど、7日間のデートだったり、クリスマスだったり、お正月だったり、初詣だったり、冬のテーマ別のコーディネートを組んでみましたので、見てみてください。まあ、いろんな派手な服着ようっていう感じの1日目なのかな。1日目はデートですって。デートでこんな服は着るんでしょうかっていうぐらい派手な服なんですけど、あんま別にデートだからといって、なんていうの、ガーリーじゃないけどヒールを履きたいみたいな、足疲れちゃいそうだけど、このピンクのブーツはお気に入りです。 LA で買いました。マリンセルはちょっとタイトだから、まあ、レディーな感じで、このミャオの韓国のブランドはちょっとこう首元寒いかなみたいな時も可愛くなる。でマフラーとかした方がデートの方が可愛いですよね。まあこんな感じで、デニムとかがやっぱ普通にデートでも着たいかなっていう感じでした。デートに向いてない服かもしれなかった。次の日はこんな感じで、この H&M のねブーツもすっごく可愛くて、これは何のテーマだろう。このレザーコートもめっちゃ最近は愛用しています。こっちの方がデートっぽいけど、なんか決めすぎだったのかな。この時自分が何を考えてるかがよくわからないですけど、バッグが全然決まらない。はい、あ、これはクリスマス。じゃあクリスマスってことはクリスマスの日のデートみたいな服ですね。寒い冬クリスマスはこういう感じで、ちょっとシックにタイトなワンピース、ニットワンピー、これキスのものなんですけど、すごい可愛くてレディーな感じで、白いブーツと白いちっちゃいバッグを合わせて、でマフラーして、なんかちょっとデートっぽいんじゃないですか。クリスマスデートっぽい。キス結構なんかレディースのタイトな服とかラインがすごい綺麗に見えて気に入ってます。はい、あ、すごい全然違うドレッシーな服。このドレスがワンピース H&M スタジオっていう、ちょっとまた H&M と違うラインのコレクションのものなんですけど、このキラキラの茶色いブーツもね、めちゃめちゃ可愛いけど、今回履いてないかな。ピンクにしたんだ。サングラスなんてして、あ、この日はちょっとパーティーに遊びに行く時のお洋服ですかね。そう、 H&M スタジオのこのワンピースがすごい、腕のなんかシルエットとかがすごい可愛かったり、そう、なんかダンスもできる動けるお洋服で、ヒール履いてナイトパーティーに出かけたいかなみたいなお洋服です。まああんまり日本だとこういうお洋服をパーティーで着る機会はなかなか少ないんですけど、仕事の時とか着たいですよね。次はなんだろう、このねパンツめちゃめちゃ気に入ってて、レザーのポケットがいっぱいついてて、ブーツフレアにもなるし、かっこいいと思います。この上の水色のトップスはエピソードアパレルしか自分たちがデザインした服なんですけど、タイトなねトップスはアウターの中に仕込めやすいので、めっちゃよく冬は助かってます。これは、あ、年末の忘年会パーティーの時の洋服です。忘年会の時はね、もう寒くてたまらないのでダウンを着て、どうせ中あったかいんで脱いだらすぐ対応できるお洋服外出たら大丈夫で、中は暑くないみたいな。で忘年会はまあスカートとかだと、なんかお座敷とかもある、うちらのはお座敷で忘年会するので絶対パンツスタイルにしてます。このパンツは足が長く綺麗に見えるメンズのものなんですけど、私も着てます。あ、次は私たちのブランドのエピソードアパレルシのセットアップを着ました。めっちゃ紫。冬はねかさばるからめんどくさいんですけど、これは何の服だろう、何の、めっちゃラフだな。あ、ホームカミングってことは実家に帰省するお洋服です。
私は実家が宮崎なので、どうせ飛行機に乗って行かなきゃだから、飛行機ではすごい楽な格好をしたいのでね。エピソードアパレル氏の可愛いこのセットアップ、色がめっちゃ気に入ってる。お尻にもプリントがあって、こういうねダルダル着でいつも帰省します。どうせ実家では何もしないから、どんな楽な格好が一番だと思います。次はなんだ、あ、次は上が変わらない、なんだろう。このブーツもねめっちゃ使ってるんですけど、最近ポニーテールできる長さになって髪をよく結んでる何の日だろうこれは。あー、初詣スタイル。初詣はだから実家に帰ってそのまま実家の方の神社ってことで、いいことありますよ今年もお願いしますみたいなお願いの時、まあまあダウン着とけば大丈夫だから、外はねダウンで、寒くなったらこのねモンクレールとのこの去年着てたやつがめっちゃ活躍します。初詣か、早いな今年終わるのに。これは何だろう、あ、このジャケットはブラックアイパッチのやつだ、中のやつはシャーマとコラボのやつか、セントマイケル。これはショッピングだね、あれだ、もう初売りみたいな時に着たいやつなのかもしれない。そう、これまあ足出せるもんね、モールとか入ればいけると思う。外だと寒いかもまだ。でもまあショッピングはこんな感じで、室内だったらもう上着は脱いで行った方が身軽で楽なのと、試着とかがしやすいような格好に行くのがベストだと思うので、私はいつも試着しやすい服を着てショッピングに行くべきだなと思っています。はい、以上で、早かったんですけど7つのルックブックを紹介しました。冬寒いので皆さん暖かくしてください。